どうも森島和樹です。たたた。たたたたたた。だかたんにゃこにゃん。今回なんですけれども、皆さんご存知でしょうか。博多の塩っていうやつがありますよね。博多の塩にゃこにゃん。ありますよね。これのあの第二声優、オーディション、博多のオーディション、博多の塩オーディションっていうのが、開催されててですね。結構いろんな方々が、老若男女、あ、トーカもやる？せーの表現者だ、言わずもがなみたいなところ、言わずしてもやるみたいなところ。そうそう、だからバンドの人とかゴスペルなんかアカペラーズみたいな人とか、ボイパやったりなんだったりで、おー怖っ、で、赤ちゃんに歌わせたりもあったり、犬に歌わすのもあったんですよ。あと何だったかな、面白いのがありました。まさかの味噌つってね、味噌をやるとかね、なんか結構みんな、まあ、真剣だったり面白おかしくふざけたりとか、あ、これ楽しそうと思ってね、まあ、僕も、ギター弾き語りで、やって見ましたので、その動画ご覧ください。こちらです。どうぞ。博多の塩を忘れないで。博多の塩、汗と涙の塩。博多の塩、受け継がれた塩。博多の塩、忘れないで。博多の塩、博多の塩。はい、ということで、今回はですね、僕バージョンの博多の塩を作ってみたんですけれども、いかがだったでしょうか。どうだったとかね、博多の塩ドゥーンっつってね、めっちゃドヤ顔してましたよね僕、あれね100回以上撮り直してるんですね、想像してください皆さん、100回以上 もしくは200回ぐらいですね、200回ぐらいってやったんですよね。そのことを知ると、あの涙ぐましい努力みたいのが、出てきてね、フォローしたくなるのではないのでしょうか、どうでしょうか。まあね、なんかもしね CM ソングとかに、使われたら、起用されたら、僕森島和樹のね、声が皆様の食卓台所にお届けされると思いますので、ぜひぜひ、Twitter で、博多の塩、Twitter で博多、Twitter で博多の塩オーディションっていうのをやってますので、ぜひフォローの方、よろしくお願いいたします。拡散のほどよろしくお願いいたします。ということで今回はここまで、良かったと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。よし、一緒にドヤ顔で終わろうぜ、いくぞ、せーの、とかいくよ、博多の塩。どうもありがとうございました、森島和樹でした。たたた、県民賞に出まーす。沖縄ってあのシーミーっていうやつがあって、この4月5月の季節なんですけど、で撮影はしましたね。いや炎天下の中だったんでね、まあ、85歳のおじいちゃんいたんで、そのまま墓に行っちゃうんかななんて心配しちゃったんですけど。